が連射。さあ、今日やっていくのはこちら。クターのシャンプーです。クターズシャンプー。うん。寝る前のね、一杯のココアぐらいの、それぐらいの感覚でクター実況やっていきます。もうね、全然力入ってない。力抜けきってる。まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、ケズヤにも結構気を使っていると噂の脅威の無表情キャラクター。最近オープンしたテクノ市民バーバー、過去床屋にて、先発のアルバイトを始めたのだが、なかなかに大盛況のようで休む暇もない状態。次々とやってくるクターたちから、浮き出る泡をシャワーで消してあげよう。画面の端まで泡が来てしまうとゲームオーバーになっちゃうぞ。泡まみれになる前にクターをすっきりきれいにしようと。まあ、そういうことのようですね。はい。もう全然、全然もう予習なし。予備知識なし。もうぶっつけ本番でいきます。ただ、なるほどね。これ結構みんな遊んでるね。そして上の方の点数は1000を超えてると。動画にするにはね、1000ぐらい超えて、一本ビシッとかっこよくしてるところもあるけれどね。うん。多分この1000を狙うためには1時間はかかるような気がする。1時間で。取れればいいけどねって感じだね。前回のあずま下りがあまりにも苦行すぎたので、もうかなり力抜いてやるつもりよ、今回はね。さあ、シャンプーやっていきます。はい。お、いいね。ほう。ほいで。よくわかん、え？ん？ちょっと待って。ゲームの遊び方見さして。シャワーノイズ型のマウスカーソルが水を出し始めた石鹸が出てくる泡をこすようにして消す。なるほどね。よくわかんないな。こするようにして。こいつあれかな？なんだっけ？青いやつなんだっけ？こいつなんだっけ？これで、こすように、なるほど、なるほど。ネイビーかな？ネイビーかな？いや、無理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 。いや、全然難しいんだが、これ。全然難しいんだが。上位の猛者たちはどうなってんの、これ。なんかコツがある。ちょっともう一回、ゲームの遊び方の部分を見ようと思ってるんだけど。これ石鹸乗ってない？なんなら。頭に石鹸乗ってない？ここの床屋では石鹸を使うのが普通なのかな。こういう感じかな。こういう感じで、上下に。綺麗になりきることもあるんだよ。こいつ誰？このエメラルドのやつ初めて見る。クターシリーズの中で初めて見るわ。こういうやつ厳しい。こういうやつ厳しい。あ、全部消せば綺麗になるのか。この子誰？さっきより得点低い流しをして。広がる前にこう、上下に小刻みに、上下に小刻みにこう、やり続ければ、綺麗に消える感じがあるね。この子誰？今の子誰？さっきのとは、ちょ、泡の吹き出方がなんかよくわからん動きしとるぞ。先っぽいってる。これこすらんと消えないから、置いてるだけで消えないですね。こいつも誰？ちょっと今回女子率高め。クター女子率高め。これ横のムーブで消していく。縦ではない、横のムーブで消していく。非常に良いですね。うん。最近床屋さんとか、最近結構洗わない？洗髪までしない床屋さん多くない？アザラシ結構長いこと、洗うところまでやらない床屋さんで終わらしてることのが多い気がする。まあ大体。なんだこの泡。なんだこの泡。あんまり美容室とか行かないのでね。あんまりっていうか、生まれてこの方美容室行ったことないような気がする。髪とか切ればええやん、そういう考え方。女
女子は金かけたらいいの、男が金をかける分だけ女の子が、男が稼いで、男が行く分の金で女の子をきれいにしてあげればいいんじゃないみたいな気持ちなのね。俺は別にいいや、髪はみたいな、よくわからん思考をしてる。別に髪とかもいいや。あ、雑談してる間に、あ、なんか半端な会話をしてる間に終わっちまった。どうしよう。でもこれで終わりだな。今日こんなとこにしましょうかね。うん、別にハゲてるわけじゃないですからっていうところ言おうとして、うん、終わっちゃった。ハゲてるわけじゃないので、このアザラシの右にいるやつはつるっぱげのように見えるけど、アザラシ別にハゲててもいいか。一点開き直り。別にハゲててもいいか。ハゲキャラでもええけど、別に。いや、これ上位陣かなりこれ雑談がはかどるな。千アは行くぐらいだったらもうかなりの雑談がはかどるよ、これ。358ですら結構持て余してたよ、バーバートーク。千行く人たちはもう相当の話の引き出しがあるんだろうね。はい、もう今日もいいや、このぐらいにします。くだのシャンプーでした。まあタイトルからしてまあまあ面白そうかなと思って撮っといたんですけど、まあまあ、うん、くだらしいゲームかなって感じかな。うん。シンプルでありながらも、まあまあ、まあまあ熱くなれる良いゲームかなと思います。皆さんぜひやってみてください。ということで、ほんなまた別のクターのゲームでやりましょう。